はい、どうもレッドコンプレックスです。今回はね、リクエストいただきましたビルドアップの、やり方講座というか解説ということで、今までね、この攻撃の止まることの重要性だったりとか、守備の時のなんかコツみたいな、ものを、解説していったんだけど、まあそれの第3弾みたいな感じで、今作めちゃめちゃビルドアップ難しいですよね。本当になんかパスコースなくないですか。まずで背負うこともね、難しくなってるので、本当に簡単にボール取られて自己点、されてしまうと、そういった時にまずビルドアップどうやってやりやすくするかっていうのを、僕が意識してることと、このビルドアップ時に、すごくね、役に立つ効果的な、操作方法っていうのが、あるので、意外とみんな使ってないかもしれない。それもね、合わせて紹介していきますので、よかったら最後までご視聴ください。このようにね、選手や試合に関する動画じゃんじゃん上げていきたいと思っていますので、めちゃめちゃモチベになりますので、よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではやっていこうか。アリーベデルチ。はい、まずトレーニングルームに来ました。こういったね、GK とかこうディフェンダーの最終ラインからのビルドアップっていうのがめちゃめちゃ難しいと、簡単に取られちゃうと、いう方が多いと思うんですけども、こういった時にまず意識してほしいことは、あの下のレーダーを見てくださいね。そこは基本中の基本というかね、周りを見ることっていうのは、まあこの下のレーダーでね、試合の全体がわかるので、まずそこを見ていただきたいということで、基本まずは横パスかな。でこう横パスすることで、相手の選手はね、守備のためにスライドしていかなきゃいけないので、そういったスライドから生まれるズレ、真ん中が、時に空いたりするので、急にそこを狙ってみたりとか、で基本横パスを入れつつ、こう隙が生まれたら縦に1本入れてみるっていうのがね、めちゃめちゃ効果的ですね。でこの時忘れてほしくないのが、 GK もこのフィールドの中の1人ということ、なので GK に戻すという選択肢は、絶対に頭の中に入れといておいてください。今作はね、 GK をどんどん使っていくのが、いいんじゃないかなと思います。でもそれでもね、やっぱ守備上手い人いるじゃないですか。チームプレスとかかけてきて GK 戻すぐらいしか選択肢ないとか、いうのがあると思うんですけども、そういった状況にならないようなパスの回し方をちょっと紹介していきたいと思います。でその時にめちゃめちゃ効果的な、技があります。それが、パス&クロスランです。今作はただのパス後っていうのはもう簡単に前作同様かけれる、ただ前に上がるだけなんだけど、今作ね、パス&クロスランっていうのが搭載されて、パス入力の後に左画面をボールを持ってる選手の後ろにスライドして、前にフリックすると、クロスにダイアゴナルな動きをしてくれます。だからこんな感じですね。はい、こうやって斜めに動いてくれる。これがね、すごい今作面白い動きですよね。これをビルドアップ時にどんどん使っていったら、結構ねスルスルビルドアップできます。例えば実際の試合今お見せするんだけど、はい、こんな感じでね、実際ね、相手に捕まらないでビルドアップすることができるんですよね。パス&クロスランっていうのは、こうただ斜めに動き出すだけじゃなくて、パスを出した選手に対して近づいてくれるので、距離がね、すごく近くなるんですよ。だからその間でのパス交換っていうのは、相手にとっても取りづらいので、どんどん前にね展開していくことができるんじゃないかなと思います。でまあ基本的な、パスの慣れというか、ビルドアップの慣れっていうのは、まあ、前作やってる人なら慣れてるかもしれないけど、まだ今作ね始めたばっかっていう方は、こうやってクロスランも交えつつっていうのはもちろんなんだけど、基本的なパスはね、まあ慣れなので経験、まず試合でどんどん、パス回しをやっていただけたらいいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、簡単に述べさせていただきましたビルドアップの仕方解説、僕もねまだね不慣れなとこはあるんですけども、これこのビルドアップ結構ね効果的なので、まあ、変なところで取られなければ、すごく、有効的な技だと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではバイバイ。